ベンチャーワールド公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。アドベンチャーワールドスタッフの長谷川です。本日はスペシャルゲストをお迎えしたいと思います。パンダ大好きな歌舞伎俳優中村莟玉さんです。どうぞ。今日はありがとうございます。中村莟玉です。よろしくお願いします。朝早くからありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。こちらこそ。今日はちょっと1日いられるっていうので、はいはい、もうすごく楽しみに参りました。ありがとうございます。ありがとうございます。まずはパンダをはじめ、はい、アドベチャード4頭のパンダをゆっくり堪能していただこうと思うのと、はい、わかりました。多分前回ロケの時はご案内できていなかった、うん、他の動物たちのエリアもそうですよ、ね、ご案内していこうと思いますので、はい、もうお休みと思って、はい、ありがとうございます、はい、もうすごく嬉しいです。はい、全力でアドベンチャーワールドをお楽しみいただくご案内の準備をしてきたので、はい、ご案内できればと思います。それではアドベンチャー行きましょう。イエーイ、行きます。はい、入りました。はい、ね、やってまいりました。いやー、にぎわってますね。はい、ありがとうございます。あ、かわいい。ありがとうございます。朝一でお迎えしてくれるんですね。そうだね、朝一でお迎えをしています。いいですね、かわいい。ありがとうございます。結構人が、はい、はい、でも結構手前の方に固まってるので、うん、多分手前の方に今いるのかもしれないですね。そんな気がします。かな、どうかな。起きてはいますけど、2016年に生まれた7歳のゆいひんです。ゆいちゃん、はい、あ、ぴょこんとしてますね。はい、見てますね。今後ろでも頭頂部がぴょこんと毛が立ってるのが分かりますね。はい、そうなんです。あ、かわいい。やっぱりこのここのこの近さがいいですよね。そうなんですよね。前回僕あの、はい、来させていただいた時は、はい、あのふーちゃんが朝一出てて、はい、でなんか外向いてたんで、はい、飼育員さん出てきて、はい、ふーって呼んだらあのちゃんと返事してました。はい、あのすごあの目はあんまり良くない動物なので、はい、でね、耳とか鼻が良いので。うんうん、音とか飼育スタッフの声とかはすごい聞き分けてま す、うん、すね、逆に私は飼育スタッフではないので、はい、全然反応しないです。あ、そうですか、はい、僕もね、呼んでみたんだけど何を考えているんだろう。いや、もうまた来た来たっていう。なんかいっぱいみんな見に来たよっていうね、動じない感じが、はい、堂々としてますね。ほんとずっと見てられますね。うん、動きがなくても全然見てられます。耳が動くだけでもかわいい。うん、見ちゃいますね。なんかこうあえて顎のっけたまま顔動かさずに目だけ動かしたりするじゃないですか。そういうのは可愛いですよ。こちらパンダラブの屋内運動場で現在楓浜が、はい、過ごしております。大きくなりましたね、やっぱりね。はい、大きくなりました。もう100キロ近く、ね、で、あと3月の11日からあの、うん、パンダラブの1列目も開放になりまして。なるほど、なるほど。はい、コロナの影響で後ろからの観覧していただいたんですけど、ね、1列目も OK になったのでより近くで、近くで、はい、ご覧いただけるようになりました。パンダ座りで座って食べたいのであの風に寄りかかって食べます。うん、はい、かわいいですね。あんたぶんふーちゃんもちょっと頭頂部が、そうなんです、ぴょこっと、はい、たまにチラリと見える、頭頂部が見えなくなりましたけど、いいですね。今、はい、寝食いですね。はい、お客様たちがちょっと笑った声が聞こえましたけど、はい、ダイナミックな格好で、はい、ご飯食べようかなって感じですかね。本当に基本寝て食べて、食べての繰り返しなので。いいですね。あ、うんちでした。あ、うんちでしたね。うんちタイムでした。あ、笹団子が生成されております。すごく手が長いですね。
そうですね、アドベンチャーワールドの友達、あのお父さんの英名の血筋で、うん、結構手足が長いです、うん、スラッとしている、はい、兄弟が多いです ね、 おめでたい、ね、いいタイミングでいいタイミングでご飯食べ始めてくれます。じゃあブリーディングセンターの方に向かいましょう、はい。いや、見えてきました、ブリーディングセンターです。いや、はい、懐かしい、ここもブリーディングセンターは現在はラオヒとサイヒンが暮らしています、うん、はい、今日はどこにいるかな。あ、いました、まんちゃん、はい、お願いします、お願いします、お願いします。今ここにいるのが、はい、お母さんパンダのラオヒンですね、はい、ご飯食べてますね、はい。お母さんはとっても丁寧に綺麗に竹を美味しい時は食べてくれるんです、で結構食べ方特徴でラウヒンはおいーって引っ張って食べます。あ、他のパンダは結構ちぎってちぎってちぎって、はいはいはい、奥歯で束にして食べるんですけど、結構ラウヒンはおいーと結構豪快な食べっぷりですね。ひもったま母さんですね、やっぱりね引っ張ってるの分かるかなと思います。あ、本当ですね、かわいいまん丸なお顔が。そうです、ラオヒンは本当顔がまん丸ね、はい。ラオちゃんちょっと乾燥肌なんですか。そうですね、結構体をよくかいてることが、ね、よくご存知ですね、はい、ありがとうございます。かいてる、カキカキしてる、はい、そうです、動画を見たりしますけどね。丸太を上手に使ってお尻をポリポリかいてますよね。本当にかくときは、うん、本当5分とかかいてるんじゃないかっていうぐらいかいてるときがあります。かいかいなんですね本当にもう完璧ですね、このフォルムといい、はい、ラウヒンは本当に可愛いパンダですね、はい、キュートって感じですよね、はい、もう本当に可愛らしいパンダでしょう、ね、そうだと思います、ね、とても元気なやんちゃなお母さんパンダです、うん、遊ぶ時は一緒に一生懸命遊ぶし、うんうん、だけどちょっとポイってほったらかしてる時もあるので、はい、とても多分子育てが上手なんだと思います。ずっとやっぱり、ね、神経質になっちゃってもストレス溜めちゃいますもんね、はい、人も一緒だと思います、うん、遊ぶときは一緒に遊んで、うん、で見守るときは見守るっていう感じですね、うん、やっぱりこう毎日こうラウヒンはこういうのが好きっていうのをそうです、はい、まあ、大体こう分かってきて、そうです、それを用意されて、そうです、見た目を見て、うん、あの茎の色とか、はいはい、大体まあ黄色から緑にかけてこう変わってくるんですけど、うん、今は黄色がいいとか、ああ緑がいい、茎が細い方がいい、太い方がいいとか、葉っぱの大きさとかもあります。ああ葉っぱが大きい方がいい時もあれば、ちっちゃい方がいい時とか、それを食べてるまあのを見て、うん、このパンダにはこの竹がいいっていうのを見て、そのパンダに合ったものを出してます。なるほどね、みんなグルメ度合いが違うんですね、好き嫌いが違うので、例えばラウヒンのお口にはあんまりこれ合わなかったなっていうものが、うん、そうです、他のマサイヒンとかにはユイヒンとかには合 合うっていうのもある、はい、あ、今そうなんです、ね、暮らしている4頭の中だと、うん、サイヒンが一番グルメ、あ、一番グルメ、はい、あ、そうですか、5歳なんですけど、うん、一番グルメですっていうのは、要はあのエリ好みが激しい、激しい、あ、そうなんですねなので本当見た目も一番綺麗のをサイヒンにあげてはい、お嬢なんですね、でちょっとずつなるほどなるほど、はい、今食べてるのが緑の竹と書いて、うん、緑竹って呼ばれる竹なんですけど、うんうんうん、もうすぐシーズンが終わる竹なんですよ、うん、で竹によってシーズンが違うので、はいはい、その時に合わせた竹を与えるようにしてます。なるほど、はい、今緑竹と、あとこれから夏に向けては向こう側にあってるちょっと細い女の竹、うん、あ、フリーズしてます、あ、フリーズしましたね、目竹っていう竹をメインに与えてるんですけど、もうその時に合うものをあげてます、うん、で一番好きなのはもうすぐ4月5月に一番大好きなタケノコが、タケノコがね、はい、あ、一番みんな大好きです。タケノコはもうそのまんま一応ね、周りの皮は一皮だけ剥いで、はいね、はい、で揚げてます、まあ、皮のまま揚げても皮は剥ぎます。本当栄養のあるとこしか食べないの で、ね、でね、ね、今茎食べてるのも皮は栄養ないので、うん、皮は器用に剥いでます、うん、で中の黄色い部分だけを上手に食べてるんですね、はい、今噛み砕いて、はい、緑の部分はおそらく剥ぎます、これ、はい、あ、本当だ、おー、で中の黄色い部分だけを上手に食べると、器用に食べますね、はい
でさっきラウヒーフリーズしたんですけど、うん、パンダってどうやら2つ同時にできないみたいで、うん、食べながら何か考えるっていうのがちょっと苦手みたいなんですよ。なるほどなるほど。で特にラウヒー何か違うところで音がすると、うん、はい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 、止まって考える、あでこれが結構ラウヒーはとても多くてフリーズしがちな、はい、なかなかそうなんですねよくご存知の方はあまた止まったみたいな感じで、うんうんうん、そういうところもこう見ながらのポイントかなって思います。なるほど。やっぱり音が一番反応しますか。そうですね、はい、視力は、まあ、近眼程度って言われてるんですけど、うんうん、耳はとってもいい動物なので、うん、周りの情報を耳でとても得ることが多い動物ですので、うん、こう普段、まあ、私たちの掃除の音とか声とかは分かってるんですけど、うん、普段聞き慣れない音がすると、うん、え、何みたいな感じでします。なので私たちスタッフもまずは声をかけて声を覚えてもらう、うん声どれぐらいで覚えてくれるんですか。どうでしょう。でも私初めて、うん、あの私もパンダ担当して7年になるんですけど、はい、その当時もう中国に帰った優しい浜のユーヒンっていうパンダに初めて会った時に、はいはいはい、こう初めてリンゴをあげる時に声を初めて声かけたんですよ、うん、じゃあユーヒンって言ったら、うんって言ってじーっと見られました、うん、あ初めてあの、はい、知らないこの人誰っていう感じで。なので、まあ、何回か声かけたら、うん、また来たかぐらいの感覚かもしれないですけど、うん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 、ちゃんとそれぐらい人の、まあ、スタッフの声を覚えてるんだなっていう感じがします。いつもと違う人だっていうのは分かるわけですね。そうですね、はい、運動場から声かけてもスタッフの声の時はええみたいな感じで振り向いたりしますので、いやもうたまんないですねそうなってくれた時がもう、はい、そうですね。だからできるだけ声かけて、うん、信頼関係を、まあ、コミュニケーションじゃないですけどね、うんうん、はい、そのようにしてます。出来上がりました。次は何を食べるんでしょうか。お尻に圧迫つけながらお弁当つけてお、上がりましたね。結構食いしん坊のパンダだったらここの口元に葉っぱつけながらピラピラつけたもんな。ちょっと食べたんで休憩のようですね。休憩ですね、はい、ちゃんとあっちに上がって休憩するんですねそうですね。ラウヒンは寝るとき結構一番上で寝ることが多いです。結構パンダによってお気に入りの場所が、はい、場所が違ったり、うん、もう大胆にお昼寝をするパンダもいます、うん、結構ラウヒンはこうやって、うんうんうん、はい、よく布団みたいになってる子さんが多いんですけど隣でサイヒンが寝るのって、ね、感じで見てきてますけど、うん、みんな寝方も豪快なパンダもいればまん丸になるパンダもいますし、うんうん、あのパンダラブの方でもあの隅っこ の, あ, のあんだけせっかく広いねえお庭なのに隅っこのユーヒンはちっちゃい時から隅っこが大好きで、あ、そうなんですね。で今この遊具改良したんですけど、うん、これのもうちょっとちっちゃい遊具をユーヒンが赤ちゃんの時に使ってたんですよ、うん、はい、じゃあの三角の中の全然見えないとこでいつも寝てたんですよなのでちっちゃい時からユーヒンはどうやら隅っこが大好きで、なるほど。で今の7歳になった今でも隅っこでこうやって寝てますやっぱ性格が違うあるね、出るんですね、はい、そういうところにね。結構サイヒンとかは、うん、結構警戒心強いので、うん、段差とかちっちゃい時は降りるの苦手だったんですけど、なるほどなるほど、一番末っ子の風浜は結構豪快なんで、うん、もう近けりゃ落ちちゃえみたいな、うん、そうなんですね、大胆な、大胆ですね、パンダですね。みんなそれぞれ、うん、はい、そういうやっぱりそれぞれの性格の違いって面白いですよね。面白いですね。見れば見るほど、うん、おそらくパンダってこう魅力が分かってくる動物じゃないかな、うん、タイちゃんは今どれぐらいですか、体の重さ。98キロぐらいですね。そんなになりますか。はい、サイヒンは結構お母さんに似てる感じ、うん、体つきが。で、7歳のユイヒンが結構お父さんの英明に体つきが似てて、手足がとっても長い、ね、長いですよね。そう、さっきそれ、はい、パンダラブで見ていきました。やっぱり長いですね。全然足の長さが違いますね。もう一人立ちしてだいぶ経ちますよね、はい、そうですね、もうだいたいみんな1歳半ぐらいから、うん、もう一人で生活してますので。かわいい。あ、いいですね、こんな目の前に来てくれて。こうやってここのブリーディングセンターのいいところですね。これはこの目のパッチとかもこうやって見るとこの上がり具合とか、ね、全然違いますよね。ゆいちゃんのね、で頭皮がこれ白いんですよ。あ、本当だそうですね、まあ、撮った撮影した時期にもよるかもしれないんですけど、うんうんうん、あ、
浜毛の特徴なんだと思ってました。その毛がもともとそういう色に。あ、みんな真っ白です。あ、そうなんですね。元気な証拠と思ってもらえます。あ、そういうことですね。健康の証拠だったんだ、はい、そうなんです。この色味はどうしてるんですかね、中国行ってね。でもなんかたまに映像とか見ると結構ふっくらしてるので、うんうんうん、よかったかな、うん、寂しい気持ちはいっぱいありますよ。そうですよね。去年の2月ですね、はい、ちょうどもう1年経ちました。経ちましたね、はい、なんかあっという間ですね。送り出しにも立ち会われたんですか。立ち会いました。もう どんなでした。寂しかったです。いや、そうですよね。もう元気に、ね、無事についてくれて、はい、元気にもうそれが何よりです。ねえ、はい、ね、それだったら元気なうちに、うん、送り出せてよかったかな。そうです、ね、っていう、そうです、ね、ことがもう一番ですね、うん、もう大好きなタケノコずっと食べてられるんで。確かに本当にそうですね。英明のことだから大丈夫だろうと思ったけど、でも過酷だったでしょうね。なかなか中国まで、ね、この年で移動をねするっていうのもかなり。英明も賢いんでね、もう全部分かってん、分かってんですかね。分かってると思います。僕あの英明のあれが好きです。あの話が、あのちょっと発情してるよって教えてくれるっていうのがすごい、なんて素敵なオスだろうと思って。もう英明は本当にスタッフも英明にたくさん教えてもらいましたね。このトピックスボードが結構定期的に変わってるんですけど、とっても絵の上手なパンダスタッフがいまして、定期的に更新してくれるんですけど、かわいい。スタッフが出勤するとパンダも目を覚ます。そうです、落としたらやっぱり起きるんですね。なるほど、ぼーっとしてるんですね、起きた時は。しばらく座ってぼーっとしてます。あ、本当ですか。低血圧なのか。ラウフィンはスタッフが来ても寝てることが多い、はい、無視です。そうなんですね。開演では竹を食べたり、体重測定や採血などの健康管理をする、はい、あ、もう朝からね、健康管理しちゃう、はい、うん、運動場で竹を食べる。やっぱりこの時間がだいたい朝ごはん。そうですね、まあ、あのスタッフが8時とかに来て、うん、でだんだん2時間ぐらい食べるとお腹いっぱいになってくるので、うん、でお腹いっぱいになったらこうやってすやすやって寝ちゃう、はい、お昼寝タイム、はい、で2時間ぐらい寝ると起きてまた食べて、で公開終了の時間だったら帰るんですけど、結局一緒です、うん、帰ってからも食べてお腹いっぱいになったら寝てでスタッフさん帰るとやっぱり寝るんですね。そうですね、でまた起きて。そうです、でいっぱい竹を置いといて、置いといて自分で引っこ抜いて食べてをずっと続けて、うん、夜は比較的寝てることが多いです。日中は2時間起きぐらいですけど、夜になると 4,5 時間寝る時もあります。いやなんて最高の生活だろう。やっぱりちょっと羨ましいな。生活は羨ましいですね。ね、ただずっと見られてますけど、まあ確かにね、確かにね、それがねあれではあるけど。で今日は今朝朝どれのうんちを皆さんにご覧いただけるようにブリージングセンターでは置いてるんですよ。なるほど、取れたてほやほや、はい、うんちが朝です。いいですね。一番、はい、こちらです。おラウヒンが左、はい、サイヒンが右、よかったら匂い嗅いでみてください。はい、あ、ここから嗅げるようになってる、うん、あ、久々に嗅ぐこの抹茶ミルクティーの香り。あ、いい香りですね。やっぱりね、この食べた葉っぱがそのまま出てるのも、ね、人参のちょっとみじん切りみたいなのもちょっとあります。このシーダーとか、ね、これぐらい未消化なのが、ね、分かりやすい。お分かりいただけるかと思います。本当に消化がやっぱりそうですね、うまくはいかないですね。これは葉っぱを食べた時のうんちで、うん、茎を食べた時は黄色いうんちをします。なので食べてるものとこのうんちは関係しているので、うん、とても重要な健康管理の一つですね。本当ですね、はい。いや、面白い、本当に面白いですね。こんだけ消化できないのに、でもこれでずっと生活できているっていうね。まあでも竹は多分他に食べる動物がいないから、うん、その分もう質より量でっていうことですね。不思議な生き物ですね。本当に不思議です。ね。
内臓は肉食動物の内臓をしてるんですよね、消化器官はね、はい、まあ、ちょっとずつ腸は伸びてきてますけどね、とはいえでも腸が短いからたくさん食べる、うん、で顔、顎を使ってるので顔が丸くなる、丸くなる、うん、私たち丸いパンダ、うん、とても可愛いなって思います。そうですね、この顎がなくなって顔が肉食動物とか草食動物みたいに長くなれば、うん、もしかしたらこんなに魅力、うん、じゃない、皆さんに愛されるパンダにならないかも。そうですね、はい、なのでもう今もこう今後1000年後、2000年後には、うん、進化してるかもしれないですね。こんなに人気のある動物じゃない、うん、ないかもしれない。なるほど、どっちの方が、はい、消化の悪い竹を食べて顎を使ってるからまず、ね、とても可愛らしいパンダになってるという、うん、はい、ありがとうございます。ウェディングセンターパートここで終わり、はい、ありがとうございました。